さあそのあたり第2ラウンドはどう動いていくのか注目しましょう。第2ラウンドが始まりました。追い詰めた方がいいですね、健太選手。さあ第2ラウンド始まっています。うまい、あのお腹だけじゃなくて足にも前切りやってるじゃないですか、はい、あれすごい嫌なんですね、選手としては。あれは佐藤さん膝を狙うんですか、太ももですか。そう、太ももの上、ちょっと膝の上らへんですね。はい、そしてローキック、木戸です。木戸が右のロー、テクニックがすごいですね。はい、左出していきました健太です。そして前蹴り、なかなかこの木戸の懐に入ることができません健太です。さあ速いジャブからコーナーに攻める、アッパーボディ。前蹴りとかで離されてもめげずに入っていけば必ずチャンスは出てきますよ。チャンスは出てくるんですね、はい、今の良かったですね。またコーナーに詰めていきます。うまい、ここで木戸の前蹴り、これなんですよね。そしてインローです。これで後手後手に回るとあのどんどん乗ってきますよ木戸君は。はい、さあ蹴り足を掴んで前へ出ます健太。木戸に対しては自信たっぷりに語っていた健太、木戸選手の弱点は分かっているのでそこをつけば僕は勝てますと語っていました健太です。さあまた前へ出ます。この2試合マックス組があのクレバーですね、うん、冷静に戦ってます。しかもトーナメントのもう軸地しますよね、はい、ルール、トーナメント、自分の持ち味を全て。さあ軌道が効果的にそのキックを使いまして懐に入れません、健太を懐に入れません。この前蹴り、前蹴り前キャッチまではできるんですけどそこから変えないですね。そうですね、ミドルキック、若干松倉君と同じ気持ちになってるんじゃないですか、ね、はい、内ももにローキック、そして前蹴り、右のストレートを出しますが、さあいけ、健太前出ます。あ、今のいいですよ、はい、こういう攻撃ですよね。そうですね、前へ前へ、そしてミドルキック、あ木戸もハイキックで返す、足を掴みます。いけいけいけ、こういうところどん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 前出る、さあ左、聞いたか、だー、左フック入った、これですよ、これ木戸君を破るには木戸選手を破るこういうところですよね。去年の竜児戦を見るみたいですね。はい、さあ同じですね、木戸が前出る、木戸が前出る、左入る、左から右、木戸ハイキック、さあ健太が行くか、健太が行くか、残り時間10秒切りました第2ラウンド。あの木戸選手テンプル弱いですよね。はい、ここでゴング第2ラウンドが終了です。いやー第2ラウンドでダウンを奪いました健太。まあ、まさに去年の竜児戦のダウンですね。はい、いやー佐藤さん、あのダウンを取ったパンチ分析お願いします。うまく入ったところに左フックが入りましたね。ボディから左フックかな、顔面の、はい、見えなかったんですよね。当然ダウンを取りましたからジャッジは3名とも10対8健太につけました。これ3ラウンド目楽しみですよ。3ラウンド木戸君が行かなきゃダメですからね。これで健太選手が1ポイントリードですからね。そうですね、佐藤さんの試合でもそうだったと思うんですけども、昨日テンプルにパンチもらって、そうですね、ダウンですよね、はいはい、あそこなんですよね木戸選手に弱点は、はい、いますよね、顎が弱い人とテンプルの弱い人と。そうですね、なんか選手が倒れるところが違う。なるほど、記録の場合はこめかみらへんですよね。なるほど、さあファイナルラウンドが始まりました。試合前に健太はその木戸の弱点は分かっていますと語っていましたが、もしかするとそれはテンプルのことだったんでしょうか。そうかもしれないですね、はい、いやその勢いでいった方がいいですよ健太選手、はい、さあ記録は出ないとダメですね。そうですね、はい、さあ木戸は苦しいところ、ちょっと頭が立ったバッティングですね。バッティングですか、出血しましたか、はい、出血ですね、ちょっと頭が当たったかもしれないです。ドクターがチェックを行います。あ、左のこれ目尻のあたりですかね、まぶたのあたりでしょうか。ここら辺の心理も、ね、いろいろあると思うんですよ ね、 そうですね、もう切れちゃったから次勝っても出れんのじゃないかとか。そうで、あとは、ね、気持ちモチベーションが下がる人もいれば、ムカッとする選手もいるし、血を見て燃えるやつもいるんですよね。燃えるやつもいますよね。
日本のファイターそれぞれですよね、そのあたりは、はい、まだそんなに深くなさそうですね、はい、そうですね。さあ試合再開です。さあ木戸選手は行かないとダメですね。そうですね、ポイントではリードされています。先ほどはダウンを取られた木戸、キビズムは危ないですね、はい、木戸がオーソドックスに変えてるんで結構勝負かけてるんじゃないですかね、はい、さっきまでサウスポーで逃げ切ろうと思ったと思うんですよ。あ、またサウスポーにしましたか。これだとね、はい、押されちゃうと思うんですよね、サウスポーに戻しました木戸です。キビズムは蹴った方がいいと思いますけどね、もっと足が少し止まりましたかね、ローキックインローです。切れ味のね、はい、パンチで勝負するのが木戸、右のパンチです。ケンタ当たり始めてる、はい、ケンタ左フック右、ケンタ選手左フックいいですね、入ってますね。そうですね、そして膝です木戸。あー、ローブローに入りました。谷川さん、木戸が少しキックを出さなくなりましたね。そうですね、あ、膝を使います。なるほど、ハイキック、あ、ここでハイが出ました。膝を狙ってるかもしれないですね、パンチを詰めて、ボディ膝も得意ですからね、木戸選手。そうですね、さあ木戸がサウスポーの構え、前へ出ていきます。冷静は冷静ですけどね、木戸選手。はい、右組んでいく、膝です。あ、効いてる、この辺うまいですね、はい、膝蹴りは得意にしています。あ、ファールカップの位置がずれました。左のまぶたから出血があります木戸康弘、今回が4度目の日本トーナメント、一度は優勝を飾っています。あっと、一瞬顎が上がったか、これはスリップです。パンチ当たってますよ、はい、木戸のパンチが当たりました。あ、左ストレート伸びました。さあ打ち合いだ、打ち合いだ、さあ打ち合いだ、打ち合いだってきた。木戸が前に出る、木戸が前に出る、ケンタも返す。さあコーナーに打ち込み、膝コーナーに打ち込みます。ハイキック、ミドハイ、ね、あのポイント1ポイント取ったらドローですから、はい、さあこれ返したかな、試合が動くか、バックブロー、バックブロー、バックブロー、前に出る、前に出る、木戸が前に出る、膝、さあコーナーに追い詰める、ここは勝負をかける木戸、優勢にするだけでもね、ドローになりますから、はい、右のパンチ、ケンタのパンチ、ケンタ左、木戸の意地ですね、これ。そうですね、木戸も前に出ます、木戸も前に出ます、二人とも苦しいボディ、おパンチ、相打ちになりました。ワンツーからスリー打っていくケンタ、前に出る、左から右、時間がない、右、さあ残り時間がない、10秒切った、ボディブロー、右フック、右フック、おおキック、さあケンタ前に出る、右のパンチ、残り時間がない、ここで動く、試合終了。10対10か、木戸君が1ポイント取ったか、さあどうでしょうか。途中の打ち合いでは若干木戸選手が、ね、若干盛り返しましたけどね、若干ありましたよね、はい、これ10対9になるのか、それとはドローですからね。やっぱあの一発一発の切れ味はすごいですね、全身刀みたいですね、木戸選手は。まるで日本刀のような切れ味、木戸 その攻撃ですよね。手も足も日本刀って感じですよ。ははケンタもこの、ね、切れ味に負けずにガンガンいって大したもんですよね。そうですね、判定結果をお知らせいたします。さあ判定が発表となります。ジャッジの側から28対28ドロー、取りました、取りましたね。まずはドローです。ジャッジの側で21対28、アウトケンタ、ケンタに1本、ケンタに1本、ジャッジは29対28、ケンタ行きましたね、ケンタの勝利、木戸康弘も姿を消しました。青コーナーのケンタの勝利、判定勝ち。いや谷川さん、今日は本当にすごいですね。いや準決勝この4人、はい、全然ね、まあ優也君はちょっとあったかもしれないですけど、予想のつかない4人が残りますから。そうなんですよね、山本優也以外は全部青コーナーが勝ちました。初出場、 K1 初出場のケンタ、一度日本トーナメントを制している木戸康弘から判定勝ちを収めています。これで準決勝進出を決めました。